中学受験どっちがどっち、チャカ先生、今日のどっちは、個別指導を習うなら、高学歴バイト講師か近所のおじさんか、どっちがどっち。これはね、高学歴バイト講師と近所の、おじさん、おっさんという話を言ったのは、一つの象徴として言っているのであって、これ何が言いたいのかというと、高学歴の先生だから問題すぐ分かるから、質問来たらすぐ教えちゃう先生と、近所のおっさんっていうのは、ちょっと勉強から遠ざかっていて、教えることがもう全くできない人、そういう例として挙げてるんですけど、近所のおじさんでもね、すごい人がいてバシバシ教えているかもしれないから、今回は教えられない先生、もうこの、そんな機会とも俺に聞くなら分かるかいみたいなね、そういう先生、どっちがいいのという話なんですけれども、どうでしょうね、畑田先生ね。教えすぎるとこれ生徒を潰すことになるんですよね。教えてしまう心理としては、自分のことをこれだけ解けてすごいやろと、賢いと思われたくて教えてることが多いんですよね。いわゆる承認欲求ですかね。そうですね。もう生徒が成績上げることとはちょっとずれている、ついつい解けちゃうんでね、嬉しくて、ほらこういう解け方あるぞ、ああいう解け方あるぞっていうのをね、パフォーマンスし見せることに重点を置かれてしまうというケースも多いと。そういう自分のね、承認欲求から、それはわざとやってるんじゃなくて無意識のうちにね、すごいところをついつい見せちゃおうと思ってやっちゃってるってケースもありますし、そうじゃなくて善意で、分からないんだって、教えてあげなきゃっていうことで、分からない、はい教えましょうっていうことで、もう子どもの力をつけるつもりで教えすぎちゃっている、そういうケースも実は多いですよね。そういうふうにしてすぐに教えてしまうと、結局もう何でもすぐ教えてもらわなきゃ理解できない、ちょっと分からなかったり、ちょっとつまずいちゃったら、もうそこを突破できないような子供ができちゃう、というのが本当によくあるケースで、これはもう一番の良くないところですね。そうですね。その昔の塾やったら、もうお尻叩く塾とかありますよね。例えば、関西でも、すごいいい中学に通すぞっていう塾とかで、個人名がついてるような何々塾とかいうところでね。そうですね。もうよく、またお尻叩かれるわって話をよくしましたからね、その生徒同士で。そうね。で、先生がなんか竹刀とか持っててね、そうです、お前らこれ解けるまで返さんぞとかね、そうです、いうような、今の時代ではね、なかなかないようなことをね、そうですね、やる塾もあって、で、そういう塾が意外と成績出してるというかね。意外と成績伸ばしてるんですね、そういうところって。だから教えることはもうほぼないけれども、子供たちが自分で考えることで力をつけて通っていくっていうケースも実は昔あって、で今は大学受験もね、そうですけども、中学受験なんかも昔に比べるともう塾がもうノウハウをすごく蓄積してきているので、ついつい教えてしまう、教えることができるもんだから教えてしまうと、でそれだけたくさんいろいろなテクニックとか、知識を集積しているのに、なぜか子どもたちの成績がそんなに激しく伸びているっていう様子もないというところがあるわけですけども、教えることと自分で考えることのこのバランスがちょっと崩れちゃってるんじゃないかなということですよね。そういうバランスが崩れていて、教えることのみにすごく重点を置かれてしまっていると、教えることができるのに全く教えない人よりも悪くなっちゃうケースがありますよという、そういう衝撃的な事実があると。もう今はお尻叩けないけど、お尻叩く塾の伸びてしまうぐらいな。そうですね。今はお尻叩いたらもうすぐ通報されちゃうので、そうですね、そういう塾はないんだけれども、教えない塾っていうのはね、昔の部分から引っ張ってきて、そういう塾もちらほらあるっていうのもありますけどね。僕もその問題をいろいろ聞かれて、もう全部もう解いて教えまくるっていうことをやったことは、あるんですけど、やったりすることあるんですけど、理解言ってるね、でも時間に限りがあるんで、演習問題やらせて見守るっていうことをやっていくと、成績が伸びたことがあるんですよね。違う解き方してるなというふうにも見えることもあるけど、ちょっと口出しをするのを我慢するっていうんですかね、そのバランスですか、を考えることが多いですね。子どもが自律的にね、そういうことを学ぶのを待つっていうのは、受験もそうだけど、子育てのね、全般的によく言われる、待つ、我慢するっていうところが、指導者にはいるんだろうということなんでしょうね。この話は、教えすぎに注意っていうのは、特に個別指導のケースであって、集団塾で、私も集団塾でやってましたから、で大勢の生徒を前に授業をするときに、すごいテクニック、
今まではこんなことをこの塾でも教えてないけどもここで教えるよみたいな感じでやると、あの子供はすごいことを教えてもらってる、すごいスーパーテクニックを教えてもらってるということで、まあ、僕は特別だなっていうことで、はい、すごいやる気が出て勉強は進むと、うん、はい、そういう側面も、まあ、実はあるんですね、はいはい、まあ、だからあの予備校のね、いわゆるカリスマ講師とかスーパー講師がどうだすげえだろみたいな調子でこうやった時に、うん、はい、あ、そうなんだ、勉強しようっていうふうに思って、まあ、プラスに働くっていうことはまああるので、一概にこう教えられること、まあ、教えられることが全て悪いとかいうことじゃないんですね。ただ、教えられるタイミングと自分で考えるタイミング、教えられる割合と自分で考える割合、これをあの適正にしないと、すごくいいことを教えてるのにそれが全然プラスにならない、むしろマイナスになるということがまあ重要なポイントなんですね、うん、まあ、もちろんまあ状況によってはいろいろとまあ違うことあるかもしれないですけど、まあ、でも一般論としてはそうですよね、うん、そうですね、その子の特性とかね、うん、教えすぎてるように見えるかもしれないけど実はいろんなことが細やかに考えられているというのであれば、うん、教えることにまあ全然あの悪いところはないんですけれども、本当のまあ個別指導のベテランであってよく分かってる先生は、うん、まあ、実は私が今話していることっていうのは、うん、まあ、常識なんですね、うん、はい、教えすぎないことが重要だっていうのは、うん、あの同様の人でねよく分かっていると話すと必ず出てくることなので、はい、そうなんですけれども一般的にね、うん、あの勘違いされそうなところなので、うん、今日は話しました。今日はこんなところ。